ここは一体どこなんでしょう。私はどこを歩いているのか意味がわかりません。どこかな。お邪魔しちゃおうかな。でもこの時期きっとガイナックスさん忙しいよね。迷惑かな。ゆかりんに次ぐ、ゆかりんに次ぐ。誰？今の不思議な声は。クリスマスを返上して働くスタッフのためにプレゼントを配るのだ。クリスマスプレゼント。そっか、プレゼントを持っていけば邪魔者扱いされないでも中に入れるんだ。了解です。では早速行ってみます。待て、そのままではダメだ。スタッフをウハウハ喜ばせるために変身して入るのだ。変身。ウハウハ喜んでもらうためには。そうだよね。変身せよ。了解。大バスター。指令通り綾波レイさんでしょうか。変身しました。これでこのアニメ部があるそうなんですけど、ここに潜入してしまいたいと思います。綾波レイになって行ってきます。秋くだった。こんにちは、綾波レイです。すいません、見学はお断りしてるんですけど。ごめんなさい。ダメだと断られてしまいました。学生じゃダメなんですね。何に返信したらいいんだろう。ゆかりんに次ぐ、再び変身するのだ。再び変身。了解。じゃあ今度はあれに変身しよう。あのくたら三脈三歩台、あのくたら三脈三歩台、あの山一つ300円。バスターダッシュセブン。じゃーん、メリークリスマス。サンタに変身ということで、このサンタになって、じゃん、ここにあるプレゼントをガイナックスの皆さんに届けに行きたいと思います。メリークリスマス。どうも皆さんお疲れ様です。ゆかりんサンタと言います。頑張っている皆様に今日はプレゼントをお届けに参りました。なのでよろしければ、よろしければ、じゃあこちら、メリークリスマスです。今日は一体何のお仕事をされてらっしゃったんですか。色塗りの仕事。色塗りのお仕事。あ、すごい可愛らしい。あ、すごいです、本格的です。どうしましょう。ぜひよろしければ、シールをいただけませんか。後で回収して。ごめんなさい、お忙しいとこ失礼いたしました。
メリークリスマス。どうも。どうも。ゆかりんサンタと申します。お忙しいとこ失礼いたします。ちなみに今は、その絵は何を描かれていらっしゃったんでしょうか。トップ5話の、はい、あの作業なんですけど。トップの5話の作業ですか。はい、もうそろそろ追い込みなんです。ということはもしかしてこれはチコちゃんですか。すごいです、かわいいです。映してよかったのでしょうか。丸が出てます。素晴らしいです。はい、頑張ってください。そしてそんなゆかりんさんとからプレゼント、だだだ、違います、ゴミ袋じゃありません、夢の袋です。プレゼントをよろしければ受け取ってください。あ、今にでもよろしければ食べてください。では応援しております。真剣な会議をされているような、なんか白熱された会議をされておりますが、ちょっとあそこに潜入してみましょうかね。メリークリスマス。あ、まさか今何をされていらっしゃったんですか。6話の最終話の打ち合わせです。ああ、そうなんですね。まさかあなたが鶴巻監督でした。そういうあなたはゆかりさん。そうですが。トナカイさんは。トナカイさん社長。そうなんですけれども、もしかして最終話っていうことはもう最後が分かっているっていうことですか。どうなるんですか。それは見ての楽しみ。見ての楽しみ。ノノはどうなるんですか。ノノはどうなんでしょうね。どうなんでしょうね。大変なことに。大変なことに。ノノが大変なことに。大変なことに。ラルクはどうなるんですか。ラルクも大変なことに。ラルクも大変なことに。地球はどうなるんですか。地球はもっと大変なこと。恐ろしいです。そうなんですか。ではあのゆかりん簡単なものでして、あのちょっとあの皆様にゴミ袋ではないんです、これは夢の袋なんですけども、あのプレゼントをあのお持ちいたしました。あたたたた、よろしければびっくりマンチョコを、はい、すいません、失礼します。ラトプー、すいません、よろしければ、ありがとうございます。ではあの白熱したあの6話よろしくお願いいたします。あ、どうしよう。あ、汗が。ところで今日はどうしてそんな格好で来てるんですか。は教えてやろうか鶴巻監督。ある時は見学中学生綾波レイ、そしてある時はミニスカサンタ。しかしてその実態はバスターフラッシュ、愛の戦士バスターマシン7号こと福井ゆかりです。どうも。あれ、そんなことは分かってます。え、分かってたんですか。あ、すいません、なんかそんな泣かしてるようなことたくさんさったの時は言ってしまって。では本日はどうもありがとうございました。僕はよろしくお願い。
思います。では失礼いたします。というわけで、白熱しているガイナックスさんに潜入してクリスマスプレゼント配りやってまいりました。天の声さん、今回の指令は成功でしょうか？よくやったゆかりん、成功だ、おめでとう。